こんばんは、平井博明です。ついにこの日が来てしまいました。何の日？動画1本目からですね、トール君が編集してもらって、で今400本を超えてきて、相当な数になってきてると思うんですけども、僕が真似しないでくださいって言ってる動画以外っていうのは、基本的にワンナップゴルフっていうのは動画が内容がこう全部つなげることができるよっていうのが、まあ、一応うちの売りなんですけども、うん、その理由をですね、言ってなかった、うん、そうだね、うん、これすごい最大なイベント的な僕は感じてるんですけども。あ、そうなんだ、うん、この動画を撮るというのは、うんうん、別に大したことなくてもいいんですけど、うん、一応言わせてください、はい、平井博明のワンナップゴルフ、つながる理由というのは全てインパクトゼロのためにやってるからなんです、全ての動作を。あ、うん、例えば、まあ、最近で言うと、まあ、下向けるとか、うん、フォローを大事にしてるとか、あ、そうだね、右手で打つとか、脇を締めない、左は締めるとか、うんうんうん、左ハンドル切るとか、いろいろあるじゃない。言ってる、うん、そういうのって何のためにその動きをやってきたか、俺はってことは、うん、それは何かって言ったら、インパクトゼロのために全てやってること。ハンドファーストにしないだったり、うん、無理やりダウンブローにしないとか、うん、結局無理やりやってることがないし、うんうん、インパクトゼロのためにアドレスからフィニッシュまでをやってるっていう感じの動きなんだよね、全部。うん、そう、だから全てがこうしろって育ってきたから、うん、そのためにそのインパクトゼロに合うものしか取り入れてないっていうことなんだよね。はいはいはい、そう、俺のが言ってることっていうのは、うん、だからインパクトゼロにならない動きをしてない、はい、を取り入れてないんだよね、うんうん、それがね、言いたかったな。あとはもう本当に一人の人間が一つのスイングしかできないから、うん、だから繋がるっていう単純なこと、当たり前のこと、うん、だから同じ人が配信してんのに、うん、まあやり方だからいいんだけど、うん、だけど自分のやってきたことだけを言ってるわけだから、うん、繋がんないと逆におかしいからね、うんうんうん、そう、だからそういうのもあるし、うんうん、そういった理由がありまして動画が全部繋がるんです。なるほどね、全てがインパクトゼロのためなんだ。そうです、全てがインパクトゼロのための動き ということは、うん、インパクトゼロが絶対ってことなんだよね。絶対だね、それに勝るものがないでしょ、だってそのためにやってんだから。そうだね、うん、でもそれやっぱさ、昔から言ってんだけどさ、うん、それを言ってくれてるさ、うん、ツアープロいないよね、やっぱり。いないんだよね。わざわざ言わないんでしょ。わかんない、理由がね。あのね、またレッスンの話をして申し訳ないんですけど、うん、この間ラグビーやってる方が来たって他の動画でも言ったんだけど、ま、うん、っすぐ行かないし当たんないし、うんうん、そもそも芯ね、フェースに当たんない、うん、でまあこういう動きになってますよ、だからそれは良くないですねって言って、こうトップでね、うん、こうやってなんですよ、うんうんうん、こうやって、うん、でこうやってダフってた、はいはいはい、でこうやってやるから、うん、こうやってダフリキーピングが出てた、うんうん、でそれをね、結局こうなってなるから、うん、消屈するから、うん、芯に当たった時は、うん、フェースが被るから左行きますよ、はいはいはい、その動きをやった、うん、そしたら結局このアドレスのまんま、うん、こうやってあげて、うん、こうやって戻ってきたら、こうやってフェースまっすぐ戻ってきますよねって言った、うんうんうん、で素振りでその人まっすぐ戻ってくる、うん、でも打つとやっぱりどうしてもこうやってなる、うん、かこうやってなる、うん、左にしたら、インパクトのところにフェースをまっすぐにこうやってゆっくりでもいいんで戻してくださいって言ったの、うん、こうやってなった、うん、できますよねって。あれがインパクトゼロですよって言ったの。それをどん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 自分のね、あのフルスイングのスピードまで上げていってくださいって言って上げられた、うん、したらやっぱ曲がらないの。すぐできるんだ。どんだけ丁寧にやってんですかって話なの。そうだね、うん、今までが意識がやっぱしてないわけよ。まっすぐに戻る意識を、うんうん。だからインパクトゼロを強制意識させた。うん、したらやっぱまっすぐ飛ぶんだよね、うん。それだけインパクトゼロっていうのは大事ってことを言ったんだよ。そうだね。本当に、すごいゆっくりやって、うん、フェースをこうやってインパクトのところにまっすぐこうやって、こうやって戻してきた、うん。それをどんどん加速させただけ。
それがインパクトゼロ、うん、それをやってもらった。感動したインパクトゼロっていう理論そうなんだだから丁寧にやったらまっすぐ行くんですよって、うん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 、その人身体能力半端じゃないんだけどね。ああ、そうなんだな。だからまあ当たって飛ぶし、うん、フィンガーで握ることもやってもらって、うん、でパームからフィンガーってもうクラブってぶっ飛んじゃいそうなのよ。はい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 。これしか握ってないから、うんうん、だけど違和感めちゃくちゃあるけど、うん、ナイスボールな球にも違和感ってわけよ。ああそう、それでいいですよって言って、うん、でもその方アイアンフィッティングしたの、うん、ちゃんとカスタムしてね、うん、やってもらったの、うん、アイアン左行くんだけど、うん、身長すごい高い、うん、だけど球左行くっつう、うん、アドレスしてみてくださいっつって、うん、こうなってるわ。はい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 。でどうしたんですかっつって、うん、したら別にでも見た目普通なのよ、うん、こうやってるわけでもないの、うん、でもなぜかこう浮くの、うん、したら、うん、2度アップライトにしてもらったんだってなんでそなんでだよね出ましたよ、誰も悪くない被害者事件それなんだ、うん、霊覚の話。そう、霊覚がこうやって、うん、なっちゃうからね、なってたんでしょう、うん、ショップで、うん、ショップはそこしか映さないから、トゥーダウンしてるんでしょ、ツーダウンしてるから。そう、ツーダウンして、うん、霊覚を2度アップライトにしてやったからだからいいアドレスといいスイングしたでしょ、うん、したら来角が2度アップライトとか全部したり巻き巻き飛んでっちゃうの左に。あれでしょ、ナイスを打てば打つほどってことでしょ。そう、左に行くいや参っちゃった本当に。そうだね、すぐ直し行きますって来角霊覚、霊覚、そう。でその来角が2度シダの時に、うん、フィッティングの時にトーダウンしてるから、うん、来角2度アップライトにした方がいいって言われて、それでアップライトの下あったあったと思って実例、うん、やっぱりやばいね、うん、これでもうね、何件目だろう、結構な件数目だよね。そのだってさ、ナイスショットをさ、俺っても左くっつんだからさ。そう、俺ひろゆきにめちゃくちゃ怒られたもん。なんで、せっかくそうやってねフィッティングしてもらってね、ツーダウン用のね来角にしてんだからスイング直しちゃダメじゃんって言われたから、うんめっちゃくちゃ笑ってたから、ひろゆきダメじゃん直しやっつってそっか、それに合わせるんだから、そう、ツーダウンさせとかないと。そうか、うん、でもね、パワーが出ないし、うん、飛ばせないから、うんうん、だからまあハンドダウンとは言わないけど、うん、普通の位置に戻してもらって、うん、打っていただいて、うん、したらやっぱね打感もいいって、あ、めっちゃいいっすこの打感っつってたもん音もいいしね、それぐらい違います。そうなんだ。で、あの全然インパクトゼロの話から、うん、変わっちゃいましたねでも本当に平井の言ってる動画の動き一つをどれか撮ったとしても、うん、必ずインパクトゼロとつながります。それがうちのいいところ。俺でも一個だけちょっと言わせてほしいのはさ、うん、あのタイガーウッズでも、うん、インパクトゼロにしようとしてるってことでしょ。そうだよ、マキロイでも、うん、それだけなんでしょ。それだけ、だってそのゼロのタイミングでいかに打てるかなんでしょう、うん、海外のアメリカのゴルフ詳しい方は分かると思うんだけど、うん、あのタイガーウッズがね、うん、一番スイング改造してると思うの、うん、スイング改造してる回数が多いの。あ、そうなんだ、うん、それぐらい上を目指して世界一にずっといようという気持ちの表れなんだと思うんだけど、うんうんうん、多分ね、なんだかんだタイガー・ウッズが一番スイング改造してんじゃないかな。あ、そうなの、うん、だけど、うん、複雑な動きっていうのは一回も入れたことないんだよね、あの人。要は自分のスピンアウトだったり、うん、こういう感じだったり、うんうん、あと腰が浮いたり上体が起きたりって、そういう動きのためにこういうスイングをして入れたりとかしてるんだよね。あ、自分がそうなっちゃうから。そう、スピンアウトもできないヘッドスピードなのにこんなこと入れたら、そらスピード落ちるわね。ああ。40代の人がやることじゃないからね。うん、ヘッドスピード、うん。そういうのもあって、うん、でも、そんだけやったって、うん、タイガーの基本の打ち方っていうのは手打ちだからね。うん、それに体を使うように、
こうやって入れて、体が前傾が浮かないように、うん、あのヘッドスピードだから。浮いちゃうんだ。速すぎて。そう。浮いちゃうから浮かないようにしてる、浮いちゃう人がね。うん。だから浮かないんだよ。みんなは浮くんじゃなくて、力が入って伸びてるだけだからね。ああ。タイガーは伸びてないの。浮いてるの。浮いちゃうんだ、速すぎて。うん、そう。やばいね。そう。伸びるか浮くかだからね。はあ。そう。そういうタイガーとかマキロイですらしっかりね、こうフェースの向きをこうキープして、うんうん、こう入れようとしてる。うん、だからそういうのってすごい大事なんだよね。飛んで振り遅れちゃう時があるから、そう振り遅れないようにインパクトゼロに戻そうとしてるからね。ってことは絶対にインパクトゼロをやんなきゃいけないってことなの、うん、インパクトゼロが最強ってことだよね。っていうかその最強っていうか絶対にそれを目指さないといけないっていうことで。そう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 。なんていうの？スイングの中にそのインパクトゼロというものが入ってないと、ダメなんだよね。うんうんうん、そうだよね、うん。だからその、あんまりこれは言いたくないんだけど、うん、穴の中にボール入れる競技だけれども、うん、だけれども、動きだけで、ここの体のところだけで言うんだったら、インパクトをゼロに戻す競技ってことだよね。そう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 。そう。まっすぐ行かしたいならね。そう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 。そう。それをやらないと、まっすぐ飛ばないからね。うん、そうだよね。絶対に、うん。でもそれはね、まあ、結局その先にはボールがあって、ボールからの逆算でそうなんだけど、うん、自分ができることって言ったら、ゼロに戻すことってこと。そう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 。だからそれに自分の打ちたい距離のスピードを加えていくわけじゃない、うんうんうん。だからゼロに戻らなくなってくるから、余計にゼロにしなきゃいけないから。あ、そうだ、そうだよね。そうするとそれの繰り返しなのよね。そっか、追いかけっこなんだ。追いかけっこ。そっか。スピードが速くなればなるほど、ゼロに戻しづらくなって、戻らなくなって、遅れるから、遅れないように、間に合わせようとして、うん、間に合ったらもっと早く振りたくなるから、うん、今度また遅れての繰り返しになった、うん、今日レッスン来られたご夫婦の方、うん、都内から来られて、うん、すっごい面白いご夫婦だったんだけど、うん、ご主人の方が本当にワンラップゴルフから生まれてきたような方本当にバブーって感じだった本当、うん、アイアン当たんない、うん、ダフル、うん、右行く、うん、ダウンスイングでこうやって突っ込む、うんうん、ドライバー右と左、うん、で左手リードとかってやってきて、まあ、とにかく当たらないって言ってで2時間のレッスンやっていただいて、変な話全部トータルしたらボール打ったのナイスショットの方が全然多いからね。うん、全然多い多い。でめっめちゃくちゃいい、もう特別なレッスンにしたくて、うん、で特別なレッスンになったんだけど、うん、やった内容今回特別言う。あ、本当？いいんですか？サロンこれ？それが YouTube。どうしようかな。まあでも言います。うん、まず一つ目、うん。右手で打ってもらった。右手で押したの。うん、これ二つ目、うん。下止めたの。うん、上使ったの。うん。以上。もったいぶる意味。やんねえから。いや、もったいぶる意味。それしか言ってないんだから。サロンとか YouTube とか関係ないから。それしか言ってないんだから。やんないんだったら、だってレアになってくるもん。だって。俺しかやってないことだから。いや、そうだけど、うん、400本同じことしか言ってないんだから。そう、うちの売りね。で、戻ってくるんだ、ちゃんと。動画が。そう、珍しいじゃん。なかなかないでしょ。うん、だいたいハズゴンなのに。珍しいよね。珍しい。ハズゴンじゃなかったね。ちゃんと帰ってきたね。それで、うん、とにかくちょい髪髪ちょい髪ちょい髪髪みたいな感じだったの。うん、それをねなくしたいってわけ。うん、もうね右手アクセルベタ踏みしてもらった。おまあ噛まないしいい音鳴るしストレートかストレートドローで飛んでいくんだよ。で5番6番アイアン打ってもらったの。う5番6番アイアンって普段打たないってわけよ、うん、全然当たるからね。へえすごいね。アクセル踏んだらやっぱヘッドスピード上がって浮くから噛まなくなる。そうなの。そのヘッドが浮こうとするからね。それでちょっとね下に魔法をかけたの、うん、下半身の使い方にね、うんうん、下半身に魔法をかけたのと、うん、あとそれで当たるようになってたんだけど、うん、この気温じゃない、うん、そうするとクラブって軽く感じるのね。
この気温になってくると、まあ、その理由もレッスンに来た時にはちゃんと説明させてもらうんだけど、うん、軽くなる理由を言って、うん、したら軽くなると重く感じさせたいから力むわけよ、うん、寒くなるとね、はい、そう、それでそれも夏と同じ状態にしてもらったの、うん、要は冬なのにクラブの重さをちゃんと感じさせて打ってもらったのね、うん、そしたらまた何ショット復活したの、そう、だそういうことをワンナップゴルフから生まれた方っていうのはちゃんとできる、うん、すごい相当動画を見てくださってんだなって俺は思った、うん、すごい嬉しかったね。動画がつながるっていうのは一つのことしかやってないんで、たとえ一個がダメだって、うん、いろんな場所から同じ方向にこうやって行けることができる、うん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 、それがうちの売りですんで、ぜひ気になった方はレッスンに来ていただければ取れればなんです本当申し訳ないんです。気になる方がいたらですね、もし予約枠が空いていればご予約取っていただいてレッスンの方にお越しくださればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回の動画は以上になりますので、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。